はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画は、天然石のアートになります。今回はなんか、ぼかしたりはするんですが、比較的簡単にできる天然石のやり方になります。最後まで見ていただけますととっても嬉しいです。それではどうぞ。はい、ではまずこちらのカラーを使います。こんな感じの、オフホワイトっぽいカラーですね。今回はこのスクエアチップを使っていきます。はい、で筆はこちらです。まずは全体にこのカラーを塗っていきます。個人的な好みなんですが、この色とこういうスクエアの形は今ハマっております。はい、じゃあこれで硬化します。はい、では2度塗りしていきます。はい、これで硬化します。はい、続いてはこちらです。これはね、テラコッタみたいなカラーですね。ちょっと茶色っぽい感じです。はい、で先ほど硬化したチップと、今度はこちらの筆を使います。はい、でね、これはこの尖ってる方、こっち今左側ですね、こっちのこの角に少しだけジェルを取ります。この角でこうドットみたいな点々を描きながら、でも綺麗なドットだとちょっと不自然になるので、こうちょっと筆をちょんちょんとしながらぼかしていきながらドットを描いていきます。で今度は筆のこの断面とか先端のところを使いながら、今度ドットではなくてこう筋っぽい感じの線も入れていきます。でなるべくぼかしながら入れます。はい、こんな感じです。これで一度硬化していきます。はい、続いてはこちら、これはダークグリーンです。これも私の最近のお気に入りカラー。はい、じゃあこれを使います。はい、でさっき硬化したものがこちらです。筆は変えずにこのまま使っていきます。色ののせ方はさっきのテラコッタカラーと同じですよ。はい、こんな感じです。これでまた硬化します。はい、続いてはこれネイビーです。はい、で筆はもうこのままいきます。ネイビーはさっきダークグリーンで描いたところをなぞっていく感じなんですが、ダークグリーンが全部消えちゃわないように気をつけて塗っていきます。は
はい、であとはちょっとずつ微調整をしていきます。もうちょっと色を足したいところとかに色をのせていきます。はい、まあこんな感じですかね。これでじゃあ硬化していきます。はい、こんな感じになりました。じゃあ硬化します。はい、こんな感じで完成です。どうでしょうか。私結構このアート好きです。乗せてみるとね、こんな感じですよ。ベースの色は真っ白じゃなくてオフホワイトで肌なじみがいいので、意外とこんな感じで合わせやすいと思います。でこれだけでもいいし、これ周りにシルバーとかゴールドのチェーンをこう何周りを囲む感じで置いても可愛くなる気がします。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。もし何かやってほしいっていうアートとかあれば、ぜひコメント欄にコメントいただけると嬉しいです。はい、では次回の動画もまたお会いしましょう。それじゃあバイバーイ。